皆さんこんにちは。協議会の岡本です。武井です。前編に引き続き後編でも周防大島の名物鍋みかん鍋についてお伝えいたします。今年度11月に一度でも民泊受け入れを予定された方を対象にみかん鍋研修会を開催しましたね。周防大島のみかん鍋を地元の人にも知ってもらい、民泊で周防大島を訪れた生徒さんたちにも味わってもらうことで、全国に周防大島とみかん鍋のファンを作りたいという思いから始まりました。島に住んでいてもみかん鍋を食べたことがないという地元の方結構多いですもんね。生徒さんも周防大島を訪れる前に みかん鍋のことを知ってから来るみたいですよ。そこで民泊家庭の方にまずはみかん鍋の正しい作り方を学んでもらうことになりました。前半では鍋部業界の方から民泊受け入れ家庭の皆さんにみかん鍋のいろはを伝える研修会の模様をお送りしたが、作り方だけではなくみかん鍋ができた経緯や鍋に込められた思いがわかるとても温かい会じゃったの。それではここで研修会で教えてもらったみかん鍋の定義をもう一度おさらいじゃ。鍋に入れるみかんは選定基準をクリアしたものを必ず使用するのじゃ。鍋奉行御用達の夜勤は安心安全の証なのじゃ。みかん胡椒をだしに入れるのじゃ。お好みで後から足してピリリとさせてもよいの。鍋の具材にはみかんの果皮が練り込んである地魚のつみれを入れておくれい。島の食材たちの夢の共演じゃ。そして締めのふわふわメレンゲのみかん雑炊、見た目もみかんをイメージした写真映えバッチリの一品。鍋の最後はこれで決まりなのじゃ。また定義ではないがみかん果汁 100% のジュースを練り込んだみかん白玉を具材として入れたらさらにみかん鍋が美味しく楽しくなるのでおすすめじゃ。道内の鍋部業界加盟店で提供されているものと変わらない美味しいみかん鍋を作るには正しい知識が必要じゃな。間違ったみかん鍋が広がってしまったら残念だもんね。研修会でみかん鍋の作り方を学んだ民泊家庭の方が早速11月の受け入れ中にみかん鍋作りにチャレンジしてくれましたよ。生徒さんたちはどんな反応だったんでしょう。それではご覧ください。どうぞ。みんなみかん鍋のことは知っていたかの。名前だけ聞いたことありました。うむ、他のみんなはどうかの。知らなかったです。みかん鍋どんなイメージかの。なんか味の想像がつかないから、あ、美味しいのかなとかそういうのはわからない。ふむふむ、なるほどの。
はこれアジでやるから頑張って食べるの。ダメだ、いいのいいの、大丈夫、できたじゃん、いいよいいよ、これ上手にできたじゃない、ね、今では、ね、いい感じよ。それはどうなの、入れていって絞って入れてで、みんな頑張るのじゃ。ちょっと多い。戻しますか。戻すよ。戻していいの。うん。あ、いいよ。出て、お団子作ってみようか。できたら。手で混ぜて。手で混ぜて、混ぜて、混ぜてみて。どんぐらいか。50ぐらい。50ぐらい。ちょっと調整しながら。うん、いくよ。入れてみて。一人でいいかな。なんとなく。大きい、もうちょっと、あ、そうですか、これ、で、丸く、え、近くない、いいよ、大きさバラバラでもいい、え、じゃあもうちょっと大きくすぎる、あ、そうそうそう、平べったすぎますか、いや、平べったい方がいいです、食べやすい、あと、あ、箸とか、いいね、ちっちゃい子で、いや、欲しいわ、そういうの、今ので100円お父さんここで頼むわ、これダメで、ここで隣で卵を1つください、だってしりとりでそうしたんだから。これ待ってるよ、待ってるよ。そろそろ取っていい、取っていいよ。取ってる、取るためにあなたここにいるんだよ。ごめん、もう水に入っちゃった。入水に。待てよ。え、すごくないこれ。これこれこれハート。おうちツンパだこれ。これツンパか。あ、いいね、あ、待って、当たりめっちゃノリノリなんだけど、じゃあ聞こえるからなんか聞いてる、佐藤さん、佐藤さんめっちゃ近いよ、佐藤さん、ね、かわいい、あ、もう、あ、大丈夫、あ、まだ、こんなすごい、なんか尻尾立てる、そうそう、尻尾立てる、それもまた違う、一応あれぐらいしか温かいものが、人参、ちょっと、うん、ゆずこしょう、うん、知ってる、ゆずこしょう、みかんこしょうなの、ちょっと舐めてみたら、頑張れ、頑張れ、よーい、スタート、オープン、これは美味しそうなみかん鍋ができたの。早速食べてみるんじゃ。今日は民泊よくいらっしゃいました。
よろしくお願いします。お願いします。みんなでね、苦労して作って私たちがいただくみたいなってか、つみもね、うん、お団子もね、綺麗にできてよかったね。いいんだけどね、美味しそう、うん、それじゃあいただきます。いただきますこれだったら取れるかも。そう、みかんは最後にぐらいでいいかも。なんかつみれがそこに沈んでしまったな。茹ですぎたんかな。味がすごい美味しいね。甘いですね。めっちゃ甘くない？甘いね。美味しいでしょ。それなぞどっか行ってんの。あ、これたフグ食べてみな。食べた？フグ、フグ、これフグなのよ。みんなパクパクじゃ。わしも食べたいぞい。お腹の感じはどんな感じ？五分、八分。2分、まだいける。まだまだいける。じゃあこれ水、とりあえずこれで平らげないと次に入れんのよ。ちょっと一回違うものに入れてみます。多分一人に500回ずつ回る。そう、頑張って一番飲まない。じゃあこれ一番飲まない。手首の腕力と作動の力、まず手首痛い。そっからのバトルトン今日だって初めて玉ねぎをみじん切ってくれたんで。ギュッてやったらギュッて立たなきゃいけない。これまでな、そこまで私やったことないから時間かかる。なんでこれ使ってないから。いやいや、もうこれはね、だん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 。大丈夫やったことない。お、いい、いい、手つきがいい。やったことないよ、全然。これちょっとさっき入れたよ。あ、入れました。お米一回洗ってるんですね。ご飯をね、炊いたご飯を。何入れます？あ、もう入れる。バター、あ、いいよ、バターって入れて、そうそうそう、で広げる、立って広げる、立って広げる、そうそうそう、さっき切ってしまったの、もう切って、で、はい、みかん、君、みかん、君担当、はい、はい、頑張って待って、均等に、均等に、ぐるぐる、全体にぐるっと。おー、いいぞー。まあ、中に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 、そう、中に中に、あ、ぐるぐるぐるっと回って、はい、入れて、下のように。雑炊もバッチリの出来じゃ。さあ食べてみるがよい。みんなで食べよう。あ、どうしよう、うわ、おいしい。みかん鍋どうじゃったかの。美味しかったです。
食べる前と後だとイメージは変わったかの。想像以上にみかんが甘かったです。みかん胡椒がピリッと効いてました。意外と白玉団子がもちもちしててみかんが強くて美味しかった。締めのみかん雑炊はどうじゃったかの。卵がふわふわしてて美味しかったです。上手に作ったよね。あ、お父さん感想お願いします。ね、いや本当意外に美味しかったです。初めて食べられたんでしたっけ。2回目、この間、この間のあれで研修で、今回2回目だけどめちゃうまかったわ。そう、みんな作ってくれたよね。そう、すっごいでも手間がかかったね。もう頑張ったね。すごいよ、よく頑張りました。みかん鍋、美味しそうにできていたの。生徒さんたちも喜んでましたね。西本さんは初めて生徒さんと作ってみてどうだったんだろう。終わってから奥様にお話を聞いたんですけど、思っていた以上に手間がかかったっておっしゃってましたね。魚をさばいてつみれにしたり、みかん果汁を絞って白玉団子にしたり、いろいろと作業があるけの。でもそういった工程を生徒さんに手伝ってもらいながらできるのは体験としても楽しいし、一緒に食べて美味しく味わえるっておっしゃってましたね。2泊3日で時間に余裕があるときや悪天候で外で作業ができないときにみかん鍋を作るといいかもしれないね。他の民泊受け入れ家庭の方も何軒か作ってくれたそうですが、多くの生徒さんに好評だったようですよ。特に最後のメレンゲ雑炊は盛り上がったみたいです。そうよな、ふわふわのメレンゲにみんな喜ぶんじゃ。みかん胡椒は辛いので最初は少し入れてから様子を見て徐々に足してくださいね。生徒さんにやってもらう作業をあらかじめ準備しておくなど段取りを決めておくとスムーズに進められると思いますよ。来年また秋が始まる前にみかん鍋研修会を行う予定です。これから少しずつ民泊でもみかん鍋の輪が広がっていくのをわしも応援しちょるど。それでは次回もお楽しみに。